などでも切りやすいように大陸の構造になってます。切断されているという。万が一切ってしまった場合でも、まあ、人間は感電しないようになってます。盤をね、締める時とか結構パワーもあるんでこれ。おすすめですこれ。次はヒットツールスさん、ヒット庄司さんに遊びに来ました。カピー、今日のまあ一押しといいますか、面白い商品なんであれば教えてほしいんですけども。ですね、電気関係でこの外力の電線カッター。はい。外力の電線カッター、これ手元の方がグラスファイバーになってますね。絶縁になってます。おお、すげえ。はい。で、通常のカッターとちょっと形が違うのは、太いものでも切りやすいように。倍力の構造になってます。あーで、ケーブル ACSR 線、あの電線とかの電信柱間の電線ですね。そういったところにあるような、ピアノ線が入ったやつとかっていうのを被覆ごと巻き込んでちゃんと切れるように。一般的に電気が通った線っていうのは切らないです。ただ、電線を切り終わって下の方にとして、じゃあこれからちょっとバラそうかっていう課題であっても、電気って実はちょっと残ってます。じゃあそれで普通ので切ってしまうと感電して事故ってなるぐらいだったらこういう節電されてるんだよ。そしたらっていう感じになります。すごい、はい、2万ボルト、5分間で耐えます。そんなに最終電圧としては7000ボルトまで万が一、まあ基本的にバイパスしますんで活性を切るっていうことはないですけど、はい、万が一切ってしまった場合でも、まあ、人間は感電しないようになってます。万が一を考えてくれてるんですね。まあ、ありますもんね。どうしても人間ですからミスはあると。そのためにやっぱり安全性を考えて使っていただける。すごい。あとはその長さ的には、はい、カゴ車、いわゆるバゲットですね。バゲットの上に登った時に取り回しできるような。あ、何スケまでいけるんですか。ACSR で120スケ、はいはいはい、までいきます。で、まあ、ちょっとここら辺が電気関係だと、電力会社さんとかにも、はい、進めている商品。あれはずん切りですか。この辺は。まあ、ずん切りもカットですね。カットはちょっと外してるんですけれども、はい、まあ、各種、刃物を用意していきます。こういう刃物がありますんで、はあはあ、まあ、例えばこれステンレス用とか、へぇー。タンとかっていう形で、まあ、対応できる。はあはあはあ、電気がいらないというのはすごい便利ですね。に関しては、まあ、その刃を使ったもので、こういったものも出してます。インパクトにトーンミリのソケットつけた状態で、これは刃物を使っています。ただ、まあ、さっきに言うときます。結構2キロ近いんで、高いので、天井のやつをバンバン切るんであれば、素直に、はい、電動工具で、はい、あと、定価のソケット。今切ってもらうことってできますか。はい、できますよ。ただ、まあ、床にアンカーを切ってとか、はい、まあ、例えば横向きに生えてる、まあ、これが、こっちでもこっちでも、こうでもいけますんで、ちょっとまあ、立てて持ってもらっていいですか。まあ、見せてみやすいぐらいか。こういう、まあ、例えば、こっちはですね。まあ、これで、はい、噛みましたと。今、いきますね。何ボルトですか、ちなみにインパクトは。これは、18ボルトです。18で難なく切れると。これいいです。パワーがあればあるほど切っていくのは早いんですけど、まあ結局叩いてますんで、今度着地点やっぱりあるので、はい、一応使用推奨としては、軽くで90以上で、90から160の範囲内で切ってもらうのが一番の推奨はしてます。はいはいはい。まあ、バリも出ないですね。そのままなっと通りますので、ね、なっとも通りますよってことですね。ね、いやー、すごい。こんなんあんねや。初めて見ました。うん、僕も初めて見ました。面白い。デメリットとしてはやっぱり溝に合わない状態で切ってしまったら、それはもうやっぱりバリ出ますんで。ずん切り買ったあるあるですね。あるあるですね。だからちゃんと刃物をセットするときに、セットして、まあ、はい、使用部材を一回セットした状態で、切った一回試してもらったら。はい。ありがとうございます。あとはまあ、こういう風に、アンギラであったり、コンキー、電線のケーブルカッター、パイレン、でかいパイレンやね。番線切るやつとか、ソケット、黒でかっこいいですね。ハンマー、いかついハンマー。塩ビカッター。ああ、こんなでかいのもあんねや。
ゴム付きレンチ。このベルトレンチ良さそうですね、僕ら。太い配管のコネクターとか締めるとき、ね。滑りにくいんやろうね。うん。網だとどうしても気をついちゃうの。はい。一回使ってみたいな。それしかもゴムやから滑りにくいんですね。まあ、ゴムだけだったら伸びますし、ベルトだけやったら滑りますっていうので、うちのやつはハイブリッドになってます。で、まあ、これ回転台なんですけど、まあ、もしよかったら一回回してもらって、はい、しかも軽いんちゃうんですか？ね。ゴムやから。ゴムやったら割と軽いですし、ね、パイレン持っていくよりかは軽いんじゃないですかね。これ結構ネジ切った104の配管とか、こう回すの大変ですね。めっちゃ軽い。で、僕ちょっとこれ止めときますんで、もしよかったら一回回してみてください。どっちの方が巻きです。これで、まあこう回せますんで、はい、で、僕ちょっと止めます、はい、もうそんだけ強いことだよね。大丈夫だから止めてても、止めてても周りが回りますよ。まあかなり、うん、これは何杯から何杯ぐらいまで？短いやつで最大、まぁ、あ、ちょっと現実的じゃないですけど、はい、最大で80円。はい、で、こっちが、150円。はいはいはい。大きい方を持てたらいけるんですね。うんうん、最強ぐらいで。これですね。これ使えそう。これはおいくらぐらいなんですか？参考価格。参考価格をしらすには、まあ、7000円と9300円ぐらい。はいはいはい。あとは交渉しないですね。あとは交渉しない。いやこれ一個欲しい。いいなぁ。パイレンもあるけど、やっぱりね、気づいちゃうんでね、うんうん、本体に。網とかでもいけると。それがゴムのちょっとデメリットで、はい、靴とかでもそうじゃないですか、はい。濡れてる靴でコンビニ入ったら滑るのと一緒で、やっぱり水分がついてしまうとゴムはちょっと滑ります。はいはいはい、そこも現場でちょっと拭いていただく形になるんですよ。ですね、持っていくのが軽いのがいいですわ。やっぱりこういうパイレンとかだったら、ちょっと重たいのもありますね。でかいコネクターのね、接続の枠の締めるのにいいと思います。一方、車に積んどいていただくと、やっぱり便利な、ね、使い勝手はいいっていうのは、前にもよく言われるんですね。これめっちゃ欲しいです。欲しいですね。これ欲しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。フィットツールスさんでした。最後に何か一言もらえますか？ぜひ、安全を追求した、軽さと、まあ、追求した安全な工具を開発して売ってますので、ぜひ、フィットを使っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次はゴーチューさんのブースに来ました。こんにちは。ちょっといろいろ見させてもらいますね。はいはい。サンダーもすごい種類がありますね。そうですね。さすがボス。うん。これは研磨用。はあ、はあ、あ、ただこの専用なんかね。そんなんあるんですね。うん。僕らが使うのはこの辺かな。デザインが。そうですね。でもなんかちょっと、歯が特殊なんですかね、うんうん、ボッシュは。こういう感じですね。マイタッチで。はい。ハメ込みが、で、規制に来るときも、レバー引いていただくと、こういうワンタッチ。しかも丈夫そうですね。取れにくいというか。うん、取れにくいので、事故がとても少ない。しっかりホールドされてる。緩んでくることがないってことですね。結構ね、これあかんことで手で締める職人さんとかおるんですよ、うん、今までサンダー。これやともうガチャンって決まるから、いいかもしれない。そうだね。誰がつけても安心。うん。取りいいよみたいな人おるもんね。あとはキックバックとか、はみ込みの時とか、他には自動的にモーターが止まるシステムになってますので、非常に安全で、やっぱりグラインダーの事故防止っていう部分では、すごくそういうところには特にです。これどうする？でこういうアタッチメントというか、いろんなことで変えていけるんですね。で、ラジオも売ってると。これかっこいいですね。かっこいいね。これ、Bluetooth 対応します。はい、そうです。対応しております。ラジオも聞けて。なんか、でかいのとちっちゃいのがあるんよね。どういうことでしょう、これが。あ、出してください。下の方ですね。これも、しかも、地方で見るんですか。結構なちょっと著作権が引っかかりそうなんで、あ、でも結構一瞬やったら大丈夫かな。765低音が効いて4方向から出るんですね。そうです。ここにあるスピーカーが、あ、すげえ。もう極端に連結できます。で、何とですか？これ同士を連結してタワーでウーバータワーみたいなことをサウンドシステムを埋めるわけですね。あ、すげえ。音質もすごい低いやつ。ちょっとサイレントとかいけそうですね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。こんな感じです。あとはこういうドリルとか。あとこの辺が今、おしまいですね。ハンマードリルですか？ハンマードリルなんですけど、バッテリーで発輪ができる。出
か。初の電気これ1800ワットメーターなんですよ。はあはあはあ。もうほどは AC だと1500ワットまでしか回せないけど、バッテリーの方がでかいモーター回せる。うまいですね。わあ、すいかついな。すごい乗ってますね。キッチン。お、これ何か発射。結構重たいですね。結構しっかりしてる。軽くはない。これが一番最大のサイズで、11キロハンマー、11キロハンマーと同じです。でも重い方がこう下に当てて走る方やから重い方がいいかもしれない。しかもこれ振動吸収もあってここでかなり取るんで結構疲れが全然違う。あ、そうなんですか。振動吸収機能もついてるか。発輪もバッテリーになったかとうとう。すごい。これ求人ですね。ファンダー、コンクリートの方が、そうです、切断してる時にどうしてもコンクリートの粉塵出ちゃって切れると、つないで一緒に、でこれは全部バッテリーでできるので電源取る必要がないっていうシステムになってます。そしてここにカチャンとはめて、よいしょ、で切ってもらうと、あ、コンクリートの粉が出ない、スイッチ、掃除機回して、はい、言うと、はい、いいですね、ありがとうございます。あとはレシプロスであったりつけちゃえば、お前ね、電気つけます、つけれます、どこでつけるのよ、これ。あ、これどこか、バッテリー入ってないか、あ、これいけるかな。そう、めっちゃ明るい、眩しいぐらい明るいし、最高。4000ルーメン、ちょっとこの辺照らしましょうか。これマックスかな。3段階、長押ししながら3段階切り替えができます。4000ルーメン、8ボルトのバッテリーで、え、こんなでかい方がじゃあ何ルーメンですか。1万ルーメンで見てみましょうか。はい、おー、すげえ、家食い、ちょっと貸してくれます。こっちを一回照らしてみます。これ1万ルーメンえげつないな。これ最高やな。めちゃめちゃこれ直視できんですね、1万ルーメン、すげえ、ありがとうございます。知らなかった。ってことでボッシュさんのご紹介でした。まあ、向こうにはあのレーザー距離計とかね、いろいろあるんですけども、まあまた、あ、これはペンドラなんですけど、押したら回るんですよ。へぇ、おー、これ欲しいですね。バンをね、閉める時とか結構パワーもあるんで、これへぇ、おすすめです、これ持てないけどこれ欲しいなと思って。ありがとうございました。で次は若井産業さんのブースに遊びに来ました。ボードアンカー系のちょっと説明とかしてもらえたら嬉しいです。はい、何かおすすめの、特に何を作っているというか、どのような商品をお取り扱いしてるのかな。基本的にそうですね、こういった工業界ですと、まあ、ボードアンカーといいまして、その石膏ボードに何かを止めるためのアンカー類を、まあ、こういった3種類ちょっと分けて販売させていただきまして、これはあれですか、ラクラクボードアンカー。ラクラクボードアンカーがこちらがですね、開脚式自動ってことですよね。これ細かい使い分けってどうなんかあるんですか。この3種類の使い分けですか、ね、はい、まあ、その本当に場面によってなんですけども、強度的に一番強度がよく出るのがこちらでして、うん、まあ、順番的に一番強、一番、二番、三番、ただまあ施工面で言うと、あの一番効率が作業しやすくて、まあ、一番、二番、三番といった感じです。ハンマーで叩くだけでいいですもんね。これ叩くだけでいいですね。ありがとうございます。癖になるぞ、これ叩いてめっちゃ使います。そしてこれなので叩いていただいてから、これでも強いですよね、まあ、これそうですね、1個でまあ大体10キロぐらいは持つかなと。え、これオーガーよりもボード潰せへんからいいのかなと思ってたりするんですけど。そうですね、この部屋なので本当に米つけるものであったりとか、使用場面によってもあのお客様に使い分けていただいてるというような感じですね。まあ、これはいつもね、定番のボードなんか朝が開いていくやつですね。実演とかってできるんですか。あ、これできる。あ、これはですね、また別の商品なんですけど、はい、これいきましょう。これですか。これはですね、こういったエアコンの化粧カバーを施工する時のネジなんですけれども、はい、まあ、従来のタッピングとか、まあ、コーススレッドっていうなどのネジですと、こうやって皿頭になってるんで、あ、染め付けていく時に、まあ、中が割れちゃったりすることがあるんですけれども、なのでそういったのを割れにくくするために、まあ、脱機のコースネジというのを、これはもう本当に最近あの取り扱いさせていただきました。ファースビスのような頭になってる。そうです、部分が広くなってるってことですね。そうです、そうです。これを面で押さえるので割れにくくしてるっていうようなやつですね。打ってみてもらっていいですか。かしこまりました。じゃあ脱機の方ですね。基本的にはこういった本当に穴のところに止めることが多いと思うんですけども。確かに割れるっすよね。あ、そうです。
感じですかね。はい、ワッシャー付きみたいな感じで押さえつけてくれるっていう感じ。本来ですと、まあ、プラスで、まあ、こういった高精度使う場合ですと、ワッシャーをつけて使うことが多かったと思うんですけども、もうこれ一体になってるんで、より使いやすく。ワッシャーもいらないですね。そうですね、はい、これ便利ですね。 ありがとうございます。ビスにかなり特化されたメーカーということで、これはこちらですね。あ、これボードアンカー実演。あ、これで売った後のやつですね。で、従来のボードアンカーとかですと、まあ、これでちょっとネジを回していくと、ちょっと、まあ、クロスがちょっと毛羽立ってしまったりとか、はい、多かったと思うんですよ。ある。あと、まあ、これに留め付ける時とかだと、ちょっとまあ、アンカーが見えてしまうことがあると思うんですけども、これがですね、カベロックスケルトンという商品で、すげえ。これが透明なんですね。なので、お分かりの通り透明なので、状態ですか？これ入ってる状態です。実はそうなんです、うん。これ入ってる状態なんですけれども、なので、まあ、まあ、単純にまあ見えにくくなっている。これいいですね。でプラスいいのが、従来のカベロックとかですと、上辺ネジの太さって決まっていたんですよ。これ4ミリ径しか使えませんという商品だったんですけども、こちらがですね、3ミリ径から6ミリ径までのネジに使用いただけますので、より幅広いネジに使用していただけるような設計になっております。これね。そうです、そうです。こちらのカベロックスケルトンという商品です。あ、かっこいいな、これ。要するに使用した後はこうなるよ。そうです、そうです。こちらが3ミリ、4ミリ、6ミリのネジを止めたような状態ですね。目立たへんから。はい、目立ちいいですね。幅広く使えるような商品です。ありがとうございます。はい、ございます。まあ、まだね、他にもいろいろあると思うんですけども、また詳しくは、インスタとかはして。あ、そうです。会社のインスタがまだありますんで。インスタとかしてると思いますね。見てください。あ、ちょっといいですか。最後、僕のチャンネルでは電気工事の職人さんが多いんで、視聴者さんに向けて何か一言お願いします。あ、視聴者さんに。はい。そうですね。我々もそのまだまだ現場の要望などを拾いながら、これ、今までこういった商品を開発させていただいております。なんで、またそういったご要望があればですね、ぜひ弊社にお問い合わせいただきまして、皆さんのお声を気を上げて商品をこれからも開発していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次はジェントスさんに遊びに来ました、僕はヘッドライトはジェントスを使っております。で、ヘッドライトを見ていきたいとこなんですけども、今日のまあ一押しというかありますでしょうか。はい、 LED ライトのジェントスがですね、今度はヘルメット自体を企画開発しまして販売をすることになりました。で、当然あの LED ライトの会社ですので、まあ、ヘッドライトのためのヘルメットといったですね、はい、まあ、今までにない全く新しいヘルメットを販売するんですけども、ちょっと簡単にどういうものかと言いますと、もうたくさんヘルメットは見てきたんでね。そうですね。何がちゃうんやろか。あの通常ヘルメットにですね、ヘッドライトをこう取り付ける際は、まあ、通常はこう、はい、まあ、こう、はい、ね、まあ、黒いこうバンドで取り付けするんですけども、はい、これってやっぱりずれてきちゃうんですね。あ、こう上に上がってきたりですね、養生テープで止めたり、まあ、そうです、そうなんですよ。まあ、お客さんが養生テープに止めたりという、やっぱずれるっていうのが非常にお客様から不満点として出ていました、はい。まあ、それを解決するためにですね、ヘルメット自体にもう直接つけちゃえばもうずれないなという発想から、そのヘルメットが開発されました。出来上がりがこんな感じです。もうこの黒いバンドを使わずにですね、直接ヘルメットに装着で、後ろもバッテリーボックスも同様です。直接装着します。ここにですね、コード収納というのを設けてますので、やっぱこのまんまだとこう引っかかったりとかですね、ここの社名が隠れてしまいますので、まあ、このコード収納を使ってですね、パチッと、わあすげえ、はい、はめていただくことで安全に作業できますし、社名も隠れないといった形です。やっぱりこのあれやったらここは隠れるんでね。そうですね。せっかく会社で入れたのにっていうのが、うん、はい、そうですね。ヘッドライト使うことで、あの社名が隠れちゃうと言ったこともありましたので。どれぐらいの強さなんですかね。お、かなり。でもあのね、ジェントスさんにクレームと言いますか。はい。お、なんでしょう。まあ、あのね、僕めっちゃ好きなんですよ。ありがとうございます。で、TH100RG を使ってたんですけども、はい、ここがブランブランってしちゃうんですよね。そうですね。だから僕ここピアス、まあ、ビスで打ち付けてるんですよ。あ、もうヘルメットに穴開けちゃうとね。そうでしょ。そう、本当はいけない。みんなこっそり穴開けてます、ね。実は。本当はあかんけど、でもこれやったら大丈夫そうですね。そうですね。はい。これなんとかならんかなってずっと思ってたんですよ。で後ろも、はい、後ろ向けてもらっていいですか。これがパカパカすることがあるんですよ。そうですね。でもこれやったらほんまに大丈夫そうですね。はい、こう振っていただいてももうずれないっていう。はい、ところがありますので、もう作業中にそのずれるっていうストレスが
なく作業できるっていうのがこの商品だったり、はい、最大の魅力ですね。これがおいくらぐらいなんですか。もう売ってあるんですか。もう販売しておりまして、カラーバリエーションは白と青の2色になりまして、プロとかもこれから出てくるんですか。今のところはまずこの2色でとりあえずちょっと進めさせていただきたいなと、はい、あとは内装って言ってですね、ここのところですね、頭に当たるところがこういうプラスチックのいわゆる成形内装と言われるものと、この、そうですね、テープ内装と言われる布でできたものですね、はい、まあ、これで 4SKU 白青はそれです。まあ、こちらは頭当たるところが柔らかいっていうところが特徴で、結構一回使われる方は指定でこれを使われる方が人気なんですね。そうですね、まあ普通はこちらで自分から、はいはい、あれ店長さんから出てる商品は全て作れる。そうなんですが、ただ先ほどおっしゃってましたこの 200RG なんですけども、これのバッテリーボックスがですねちょっと大きいんですよ。これはこれとですね、この 103RG というものが同じバッテリーボックス使ってるんですけども、はい、除外してます。はい、それ以外は過去のも含めて全て、はい、この辺の小さいやつとかはもう全部、はい、ありがとうございます。あとは、まあ、あのライト系もいろいろ進化していってると思うんですけど、はい、おすすめと言いますか、まあ、あの今使っていただいてるって話でしたけども、はい、まあ、この GH100RG 使ってもらったんですね。1000ルーメンぐらいの、ね、これですね、はい、このシリーズが、まあ、今回全てリニューアルされまして、 100RG の後継はこの 200RG で、まあ、それぞれいろんなモデル出てきたんですけども、はい、ジェントフ使ってる人からすると知ってるよって機能でも知らない人からするとすごい受けてる機能があるんで、ちょっとそこピンポイントで紹介したいんですよ。でこのシリーズジェントフの中でも非常にあの高い性能を持った高耐久なプロモデルとして展開しているものでして、ものとしてはじゃあ特別明るいのかとかそういったわけでもなく、どちらかというと耐久性とかで、仕様としては充電池と乾電池どちらでもいけます。こういったものは結構他のメーカーファンでも出てるんですね、はい、これ多分ご存知だと思うんですけども、一番受けてるポイントが、まあ、これはあの知ってる人は知ってるんですけど、ジェントさん知らないって人のためにちょっとすごい PR したいんで、はい、充電する時ってこうコードをここに刺すとじゃあコードが刺さっています。じゃあ充電してる間は当然ライトが使えないという問題が出てくる、はい、でこのシリーズはこの同じようにこう充電器入ってるんですけど、バッテリーにこう直接差し込み口を設けてますんで、うん、充電切れした際に本体にこう刺して充電しないといけないのではなく、これ単体で充電できます。なので充電切れした困ったなって時すぐに乾電池で使って、この間にこれはもう単体で充電しておく。これが知ってる人はいやそんな当然じゃんジェントフだろうってなるんですけど、まあ展示会でお話しするたんびに皆さんはこれすごいね、そこがやっぱりすごい受けてるポイントで、充電式のライトはそこが弱点だって皆さん思い込んじゃってるから、 うちはそこは問題なく使えますよ。僕からもですか。はい、僕もジェントスさんを選んだのはそれで、しかもこれ別売りで買えるでしょう。はい、充電池を別売りで、だからあの僕現場ではこうポケットに1個入れてて、ほんでなくなったら交換して、家に帰ったら家でこうやって挿して、まあ、僕これ3つぐらい持ってるんですけどまあやっぱり充電忘れる日とかもあるん でポケットに忍ばしといたら、長い目で見たら電池をちょくちょく買うより僕安いと思ってるんですね。そうですね、うん、でなんかバッテリーの方が電池より長持ちする感じがして。そうです ね実際それもありますし、やっぱり毎回電池で使うとコストパフォーマンス悪いですから、おっしゃる通り でこのシリーズはこれ全てちょっとちっちゃいんですけどね、こうシリアルナンバーが入ってるんですよ。で全商品にロットではなく全て違うシリアルを打ち込んでますんで、このシリアルナンバーとユーザーさんを紐付けるユーザー登録してもらえれば本体が5年保証になると。そこまであの我々としても自信を持って作っている製品です。本体の保証の対象は先ほどの充電池はどうしても消耗品になっちゃいますんで、これは買ってもらう必要あるんですけども、本体そのものの不具合に関しては、まあ、一応そういった保証を設けてる。まあ何でもかんでもじゃあ交換しますよっていうわけでもないんで、そこはちょっとご周知してもらいたいんですけども、まあ耐久性に関しては非常に自信のあるモデルですよというところで、でこれが軽量モデルから点灯時間が非常に長いモデル、明るくて点灯時間も長い非常にハイスペックなモデルで、ちょっと特殊なんですけど乾電池使えない分バッテリーがサイズがコンパクトになったコンパクトモデル。さっきの話とは変わるんですけど乾電池は使えなくなります。ただその代わりあの充電池、
直接させます、うん、でこれをもう一個買えば入れ替えて使うこともできます。で今回から差し込み口タイプ C 採用してます。まあこれちょっと伝わるかな分かんないですけど、タイプ C、 これこちらも差し込み口タイプ C になってます。最近 C が結構主流になってきて、そうですね、うちとしては今回これを最初にしたモデルなんですけども、まあ、今後 C のモデルは増えていくのかなというところで、違いこれまあ、ぜひぜひ、はい、お願いいたします。タイプ C になって嬉しいです。長細いやつだから。前のモデルはそう、あの、はい、ジェント入ってるピカピカ光る専用のケーブルだったんで、はい、あ、そうだね、このあたりも今回改良されてますんで、この専用のケーブルじゃなくて、まあこれタイプ B ですけど、どこにでもあるケーブルで使えます。それがいいです。で、ちなみに、こうなってくると、じゃあ本体充電の方が楽だったわって言ってくる人いますよね。こういう場合は、ケーブルで、マグネット充電も、これも採用してますんで。本体充電はより便利に、さらに直接充電するときは、どこにでもあるタイプの USB を使うことができる。最高ですね。なんでこの便利性でジェントスは今すごい売れてるのかなと。お、社長、お疲れ様です。あ、松井社長、ヘルメットしてます？ダイマスの社長が送られました。これ、いや、これすげえっすか、ね、はい、これ見たことある、見たことある、はい、ぜひコラボしてください。はい、じゃあ、最後に一回もらってもいいですか。あ、じゃあ2人で、あ、これ、かけた方がいいですか。あ、かけましょう。ってことで、あの、電気屋さんで皆さんがよく使うジェントスさんに遊びに行きました。はい、最後に電気工事をしてる皆さんに一言お願いします。ジェントスさんどうぞ。ジェントスの製品は絶対壊れない。超明るい。超便利。皆さん買いに来て。キャラ変わった。最後にジェントスマンになったらキャラ変わった。ありがとうございました。ありがとうございます。計測器などで有名な日置さんのブースに遊びに来ました。お願いします。まあ、日置さんで言えば計測系いろいろあると思うんですけども、まあ今日のおすすめといいますか、はい、目玉商品みたいなのありますか。わかりました。今日ちょっとよく出てるものですと、例えばこのゴールデンレクランプになるんですけど、今までのクランプってこう先端がかなりごつい形状になってて、で、漏れ電流って非常に微細な電流なので、はい、ちょっとこの中をですね、割としっかりした構成にしてないと分からなかったんですけれども、ちょっと最近ですね、こういった細い形状のものでも、はい、組み立て隙間に挟みやすいということで、他社さんではあんまりないようなものになってて、例えばこれちょっと写真があるこういった先端ですね。こういう線でもいけるんですね。へぇ、まあ、そうですね、細い線でもいけるんですね。細い線でもいけるんですね。ブレーカーからも漏れ電流が吹かれる。そうですね。で、漏れ電流用のクランプなんですけど、一応 AC の600アンペアまでは測れるので、まあ、そういうコンパクトなサイズで1台ポケットに入っておくと、割といろんなとこ測れるという感じで、ちょっと便利になってます。これですね、Bluetooth でスマホと通信できるようにもなったので、これ、あの、無償の、アプリになるんですけれども、測定した値がこうスマホに飛んでくるということが可能になってます。現場監督とか管理するのに Bluetooth で飛ばして、ね、記録もこれ残せますもんね。そうですね。で、そのまま PDF のレポートにしてメールで送っちゃえばもう報告も完了っていうような共有もできるし、はい、そうですね、便利になりましたね。で、僕あの日置さんのいいなっていうやつが、はいはい、これテスターですよね。そうですね。やっぱりこうでっかい四角いのが主流なんですけど、はい、こういうねポケットにも入るようなやつで、後ろにコードがついてて、こう片手でできるんですよね。そうですね。っていうのがこれは僕はすごい好きです。結構あのコンパクトな製品も多いので、まあ、持ち運びに便利だったりとか、まあ、カバンにたくさん入れたりとかあのすることができる。そうそう、だからまあちょっとこれで例えて悪いんですけど、ね、ちょっと置くとこがこうあればね、うんうん、こう僕らもこうでき2個2本手がいるけど、置くとこないときこんなこと多分みんなしてると思うんです。でも何ですか、同数いけます、いけます、同数やつと同数も、あ、そうですね、僕何ですもん、これあ、モモドキー買えか、あ、そうですね、ちょっと小さいんですけど、ね、これ、あ、そうですね、はい、この片手でできるのは僕はこれがすごい気に入ってます。めっちゃいいですね、はい、あとこれも結構、はい、あ、大きくはあるんですけど、これの、ちょっと一部の製品でこう安全に特化した機能があるものがあってちょっとご紹介したいんですけど、それがこちらになりまして、見た目同じなんですけどちょっとそれぞれ測れる項目とか機能が違って、これ DT4224 っていうテスターになるんですけれども、
でもここの抵抗レンジ、まあ電圧測るときは電圧レンジ、はい、で抵抗測るときは抵抗レンジに切り替えてそれぞれ測定する必要があるんですが、電圧測るレンジで電圧測ったらまあ当然正常に測れるんですが、抵抗のレンジで電圧を測りに行こうとすると、はい、ここの測定ファンクションをですね切り替えることによって計測器側の入力インピーダンスも変わるんですね。電圧計測の時は入力インピーダンスはものすごい高い状態になるんですけれども、通常のテスターはこれ抵抗ファンクションに切り替えると抵抗測定用に入力インピーダンスがものすごく低くなってしまうんですよ。でそういった状況で間違えてコンセントの電圧を測りに行ってしまうと過電流がこう一気に流れて、でブレーカーがプチンと落ちて、このテスターはそういったあの電気事故を防止するような機能がついてます。でどういったことかっていうと、この抵抗レンジのまま電圧を測定してもこの入力インピーダンスが高い状態でアラートを出すという機能がある。ちょっと試しに測ってみます。そこに実際にコンセントがあって活線ってことですね、これ。あ、そうですね、はい、活線状態です。で、検電器でこう電気が来てることが今確認できます。導流電圧だと少量の 100V が来てる状態ですね、はい、でここを抵抗ファンクションで差しに行くと、まあ、本来であれば危険なんですけど、このテスターはこうアラートを出すようになってて、実際はこれ抵抗ファンクションに切り替わってるんですけど、中自体は切り替わってなくて、測定対象物に電気が来てないってこの機器が判断することでやっとちょっと切り替わるようになってますので、電気事故を未然に防ぐっていうところでは結構重宝をいただいているようなものになってますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろいろな商品を紹介してもらってありがとうございます。ありがとうございます。電気工事業界ではね、僕ら計測が必ずしないといけないんで、ピオキさんにお世話になってるんですけども、大体僕の商品さんが電気屋さんなんで、ありました、はい、電気屋さんに向けて最後に一言言ってもらって締めてもらおうと思います。はい、ありがとうございます。と弊社ピオキ電気ではですね、まあ、テスター、メガ、クランプ、様々な電気計測器取り扱っております。で今ご紹介したような安全に配慮した仕組みだったりとか、あとはスマホとの連動だったりとか、皆様のお役に立てるような製品を今後も提供していきたいと思いますので、続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次はね、サンフラッグさんのブースに来ました。はい。お願いします。はい。新知政策と申します。ブランド名がサンフラッグになります。当社なんですけど、こういう手回しのドライバーであったり、こうインパクトドライバーで使ってもらうような、ビットとかっていう先端工具っていうのをメインに、サンフラッグさんのおすすめ商品というか、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、面白いの今日あるよみたいなありますか？おすすめさせてもらいたいとか、この強鉄ビットシリーズっていうのをちょっとご紹介できたらと思います。何が強いんですかね？もう名前が強鉄っていう形になってるんですけど、はい、今までのビットとちょっと違う鉄の材質の鋼材を使ってますので、分かりにくいんですけど HRC62 っていう、これが熱処理コードになるんですけど、今までのビット鋼材だとちょっとこの構造だと硬すぎて、硬くなると書きやすくなっちゃうんですよね。なんですけどこの鋼材が粘りがあるような鋼材使ってますので、そもそもなのでこんだけ高い焼き入れコード入れてもその粘りで搭載してますので強度が強くなってます。40V のインパクトで負荷をかけても結構折れたりするんですよ、ビットって。そうです、それがマシになってるというか。そうですね、折れにくい。それ完全に折れないとは言えないんですけど、はい、折れにくい、折れにくくはなっております、はい、すげえ、はい、で、はい、こちらの方が強鉄ビットになります。ほうほうほう。でこちらの方の特徴といたしまして、先端がスリムタイプになってあるんですよね、はい。まあ、スリムタイプの特徴といたしましたら、先端が見えやすいので、可動側とかね、そうですね、確認しにくいですもんね、大きかったら。はい、なので作業性はこっちにあのスリムタイプっていうのが優れてるかなというような形になります。これ何なんですか、気になったんですけど。あ、磁石。これ磁石ですね、マグネットなんですけど、ビットにも磁気ってついてあるんですけど、まあどうしても弱いのでビットに入ってる磁気っていうのは、はい、両端のビットでしたらどれでもつきますので、こういった形でつけていただくと磁気で直接磁石で直接ビスを捉えますので、結構振っても落ちない。このね、形がかっこいいなと思いまして。あ、まあ、ありがとうございます。でマグネットってまあいろいろみんな使ってるとは思うんです、はい、でもこの先っちょつらギリギリとかにつけれるんで、はい、ほんまにこう落としたくない時とか。そうです ね、 ね、緩まない。これ緩まないですね。結構ゆるゆるなんが多いんですけどね。これいいですよ。磁石でカチッってくっつくようになってますんで、はい、両端のビットでしたら他社さんのでも使えるようにはなってます。規格が同じですので。はい、で物としたらすみません。スリムマグピタ。そうですね。スリムマグピタっていう商品になります。これいいですね。はい。
で他社さんのでもこういう商品はあるんですけど、まあ、かなり軽量化されてますので、まあ、重さちょっと忘れちゃったんですけどとりあえず軽いですね。そうですね、軽くてちょっとスリムになってますので打つ時にも見やすくはなってます。どうしてもあまり大きいやつだと見えにくくなって、かつ重たかったら回転でブレが生じやすくなってしまうんですけど、これは軽量化でスリムにしてありますので見えやすさっていうのもちょっと分かりにくいですけど見えやすくはなっております。ありがとうございます。はい、これがおすすめですね。で、あとまあドライバーメーカーなんで、はい、ドライバーの方を一つご紹介させてもらえたらと思うんですけど、お願いします。タフジョインドライバーっていう綺麗な色ですね。珍しい色ですね。 ありがとうございます、はい、なかなか見ない。ちょっとね、まあ、鍋みたいな感じの樹脂の色を使ってあるんですけど、まあ、見た目の特徴以外にもちょっと特徴がございまして、はい、普通の差し替えドライバーとして使ってもらうのはもちろん、まあ、プラスこちらはマイナスになってます、はい、差し替えて使えます、はい、でこう頭が高く取れますので、すげえ、これはすごいわこれはすごいわ。なのでどうしてもこういうところにビスが打ってあったとしたら、ね、なかなかこうできないんですけど、こう取ってもらって、これめっちゃいいやん。そうですね、こう使えますので、あこれすごいっす。でビット自体も1、2、3番が回せる、兼用ですね、これ1本 で、はあはあ、で反対側で0番まで回せますので、まあ、これ1つあれば、うん、そうですね、いろいろな状況に対応していただけるような形ですね。やっぱ今まではドライバーを挿してこの豆ドラと呼ばれるやつを腰道具に入れてっていうね、2個やったんですけど、これやったらこれ1個できるから、そうですね、これはいいな、ほんまに。おっしゃる通り、もう腰袋に入れるのっていうのを極力少なくしたいっていうお客さん結構いてますので、まあ、そういった方にちょっとご好評いただいてる。で、さっきはこういうとこやったんですけど、はい、もうちょっとこういうサイズにもできるっていうのがいいんですよね。これじゃ長すぎるけど、うん、これぐらいのとこもあるじゃないですか。でもこれをここでわざわざ回すんやったらこれに変えれるし、うん、3刀流というか、そうです ね。でこっち側のビットもこうはまるようにはなってますんで、うんうんうん、まあ、状況に応じて例えばこういう細いとこを組まれたとことかに回すっていうのも、こういう形の使い方もできますんで。これはどれですか？青とピンクあるんですね。青とピンクですね。2カラーになります。これいいんじゃないですか？これめっちゃ合体。はい、珍しいですね、こういう合体タイプ。面白かったですか？長い方のビットがプラスの2とプラスの1、こっちがプラスの2とマイナスの6ミリですね。これはいいですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。マメドラだけ入れたら結構腰袋だからごちゃごちゃなったりします。あ、そうですね、そうなんですよ、ちょっとね、ぶっ通しにですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何か面白い商品と言いましたら、ちょっとこういうのもほうほうキーホルダーみたいな形の商品なんですけど、カラーキーツールっていう当社あります。これすいません、何かって言いますと、キーホルダー型のドライバーになってますんで、こっち側のところでプラスネジ回せるようになってます。でこっち側でマイナスネジを回せるようになってますので、点検口を開けたりもできます。あ、そうですね、はい、こっち側がコインドライバーになってますので、まあ、バッテリーのキャップであったりとか、女性の方とかネイルされてたりして歯開けるのとかって爪傷んじゃうから嫌がると思うんですけど、まあ、そういう状況でもこれ爪代わり使ってもらって開けることできるんで、まあ、様々な状況で結構これキーケースに1個入れといてもらったら、はい、そんなかさばれてるしね。そうなんですよ、はい、僕もちょっと使ってるんですけど、これはもうぜひおすすめなんで、ワンポイントのアクセサリーとしても受けそうですね、うん、あ、そうですね、カラーバリエーションの方ですね。そうですね、ありがとうございます。まだまだ紹介したい商品はね、いろいろあるんですけど、まあ、また今度ゆっくり聞かせてもらいたいと思います。はい、電気工事の職人さん、みんなサンフラッグさん使ってる方多いと思うので、視聴者さんに向けて最後に一言言ってもらって終わりにしたいと思います。はい、の新規製作所と申します。当社いろいろなビットであったり手回しのドライバーっていうのをいろんなラインナップがございます。当社の方なんですけど、先端の精度とかっていうのを、まあ、自社で作ってますので、かなり優れてるかなという自信はございますので、ぜひ皆様も使っていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次はカスタムさんのブースに遊びに来ました、この前もね、ジャンボの展示会で撮らせてもらったんですけども、今日もいろんな製品が出てますけど、これもしかしてあれですか？マグネットね、はい、マグネットどっかありますか？これがね、すごい便利で、これね、どうしてもやっぱりブレーカーであったりとか、これが2本あるんで両手で持って、これをどうするのか、置くとこがあればいいんですけどね、こ
これほんま画期的やと最近思いまして。すごい。結構新しいんですか？でも出て4、5年経つ。あ、そうですか。すみません、ありがとうございます。っていう日々改良されている中で、まあいろいろあると思うんですけども、今日の一押しみたいなのあれば。今日の一押しは、このテスターの改良版で。おお、またテスターが。このテスターが、17度付くと、直についてて、細いんで、はい、だいたいここ切れちゃって、あ、ありますよね。全体ごと変え直して、はい、というのに対して、これはこういう脱色のコレクターになってるんで、ここだけ別売で。ほう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 。出てます。じゃあここだけ切れてしまったとしても、こっちだけ買うからちょっと安く被害が収まるというか。めっちゃいいですね。はい、このサイズだと業界初です。しかもめっちゃコンパクトになってる。でケース入れたままでもこう使っていただけるような透明版。ああ、いいですね。はい。ありがとうございます。はい、あとはまあ変電機とか。でまあ、こちらマスターツールさんも、まあ、一緒ではないんですよね。こいつの仕入れ物です。あ、はいはい、まあ、マスターツールさんもこういう風に今日は来られております。これめっちゃかっこいい。ここに物があります。ごめんなさい、これ欲しいね。買おうかな。黒木ね。黒木。あ、しかもマスターツールのことも聞いていいんですか？はい、ずっと赤やったけど黒気になってますね。そうです。あの BG という型番で。へえ、こんなも出たんですね。はい、じゃあ最後に何か一個あれば。そうですね。あの新商品でライトのこの新商品が出まして、はい、これがその700ルーメンというめちゃめちゃ明るいやつで、時間が9時間。めっちゃ長い。1日ぐらいは普通に作業できる。はい、でもう一個だと16時間までははスタイプ、はい、出てます。でバッテリーはこの後ろ側で、電池とどちらも使える。これが電池で、こっち同じやつのバッテリータイプです。で、タイプ C で、あ、いいですね、ここから充電できます。あ。外に出してでも充電でき、外からも充電でき、外さんでもいけるし、最高ですね。新型商品になります。はい、以上です。カスタムさんのブースを紹介させてもらいました。カスタムさんといえば、先ほども言いましたように計測器とか、僕ら電気業界にとって、かなり携わっている商品になるんですけども、電気の視聴者さんがほとんどなんで、最後に一言で締めてもらいます。はい、お願いします。あ、でもカスタムです。いつもご覧になります。ぜひ、こういう商品、テスター、経済関係のやつ、カスタムでお買いいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。リングスターさんのブースに遊びに来ました。リングスターさんは主に工具家、ツールバッグとかがメインになるんですかね。そうですね。プロニザ向けの収納というか、はい、工具バッグ。いろいろね、あると思うんですけども、今日の面白い商品みたいなのあれば教えてもらいたいんですけど。そうですね。ちょっとこの期間限定品にはなるんですけれども、こちらのダブルセットといいますけど、はい、USB 商品が2つセットになってます。これは合体できるんですか？合体じゃないんですよ。中身を入れさせてもらって、こちらです。あ、入る。はい、で、2つセットにさせていただくことによってお値段を感じさせていただきます。しかも2180円で2個買えるんですか？2個買えるんですか。もうこれ期間限定の価格。あ、まあまあまあ、そうですね、はい、展示会では。そうですね、まあ来年とかね。そうですね。あ、これはこれは期間限定品なんで、はい、本当にもう今だけの発売をさせていただきます。はいはい、あ、でも面白い商品ですね。はい、あとこれなんかは現場でもよく見るんですけども、はい、ファーストケースが、ね、これがあることで勝手に開いたりしないですよね。
これをカチャッとできるんですよね。閉めますね、押しがついてます。ロックをしていただくと取っ手が開くようになってますので、はい、ロックしない限りは取っ手が見えてこないので、要はおっしゃったように、バシャーンと上げて、パカッとこう開くのを防ぐということですね。よくあるんで。はい。よくやりますね。私なんか雑な人間なんで。やっぱりですか。ガッシャーネジ釘入ってたら大変なことになる。そうなんですよ。はい。ちなみにこの中のこれも買えるんですか？売ってはるんですか？そうですね。こちらの中の小箱についても、別売りで、はいはいはい、オプションで販売させていただいておりますので。まあ仕事内容によってこればっかりがいい人もいるでしょうしね、はい、うこれを全部にしたい人もいるし、好みに合わせたカスタマイズができるということですね。あとはこれは乗れるやつでしたかね。そうですね、こちらは座っていただいたり、耐荷重が500キロありますので座っていただいたり。これ売る商品ですか、サンプルですか。これサンプルなんで全然座ってもらって結構です。ちょっと乗っていいんですか。どうぞ。これね、乗れるんです。乗ってください。乗ります。あー、いいですね。 OK です。なんかこれね、普通にツールボックスとしてももちろん使えるし、あ、しかもこれ4個あるからだいぶ丈夫なんですかね。そうですね、両開きなんですよね。こちらから開いて、こちらからこちら両開き、留め具が上使いになってますので、はい、要は4つ外してもらったら下が外れるようになってますよ。非常にメンテナンスが、こっちに壁とかがあればこっちで開けたりとか、そういう使い方が開ける方向を選ばないとできるということですね。で、こういう風にしてもらったらバケツのようにしていただく、蓋があるとバケツのようには多分使えないと思うので、そうですね、これでまあ水を汲んだり、はい、まあ、例えば災害の時に非常に救われますし、はいはいはい、水も汲めるということで、最近こうね、そういうなんとか自然災害が多いので、そういうのでもご提案できる商品かなというふうに思いますね。あ、ちょっと一時的なゴミ箱にしてみたりとか、そうですね、何でもできると、はい、いうことですね。ありがとうございます。まあ、あとはこういうのもあったり、はい、まあ、いろんな商品があるということで、これよく使ってますわ、みんな。バスケットみたいな、バスケット積み重ねができるバスケットですね。ってことで今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。また、はい、ゆっくり皆さん見に行ってください。お願いします。テクニカルアドバイザー、テクニカルアドバイザー、エアコンですね。漆黒マットなブラックになってるんですよ。ステンのコスプレです。ステンレスな、あ、ほんまや。とりあえず面白くしたいです。電気屋を